フレッシュルトとか。すごい美味しい。新大ハイプの農学部3年、麦です。新大ハイプ英語先生、カリコです。はい、新大ハイプ農学部3年、中村ゆとです。はい、今日は新潟大学のキャンパスツアー、イエーイ。まあ新学期ということで、今日はキャンパスめっちゃ晴れていいですね。はい、はい。これ1回もやりましたよね、同じように。あ、秋にも撮ったんですけど、うん、今回はまあ春バージョンということで。はい、はい、そしてユイタもね、その時あ、そういなかったから。そうですね、そう、途中から入ったので僕は。はい、そうで、葉っぱが落ちてた時期だったんですけど、春だから葉っぱが入ってくる時期なので、そう、暖かい、うん、暖かい、そう、素晴らしい時。今日は青空です。快晴です。イエーイ、青空です。今日はこんな快晴の中、キャンパスを歩いて、うん、なんか桜なんかもね、見れたらいいなと思います。お、はい、どうなんでしょうね、なんか雨が降ってしまったから桜が見えるかどうか。うん、でも全部はまだ落ちてないんで、はい、うんうんうん、どこかにあります。はい、じゃあ早速行きましょうか。はい、はい、行きましょう。 Let's go! イエーイ。あ、花が綺麗ですね。そう、春だよね。春だ。この花壇はなんかどこかのサークルが手入れしてる。あ、そうなんだ。そうなんです。みたいです。なんかたまにひまわりとか咲いてます。あ、はい、ひまわり咲いてるな。ここに、ひまわりってさ、やるときはひまわり見るよ。確かに。そうそうそう。あ、じゃあ、それぞれの季節ごとにやると毎回花が違うかもしれない。そうそうそう。そうなんだ。綺麗。春だね。知らなかった。そうなんですよ。いや、暖かくなって雨も降ったから、やっぱり植物がどんどんね、増えていくんですよね。増えていきますね。そうね、他の部活も一応やっているんですよね。今日日曜日だから。今日日曜日だから。日曜日でも賑やかな。危ないですよ。でしたぞ。何やの。すごい。そっちのハンターみたいな人いた。伝わらないけど、あのハンターで。グラスかけてスーツ着てる人が焦ってきてびっくりした。日曜日でこんな人も知らない。オリエンテーリング。あ、今日なんかね、やるって言ってたよ。なんかツイッターで。すごい。やりたい。物質の方にオリエンテーリングバーっていっぱいいたから。今日やるんだな、なんかやるんだなと思って。すごいね、あれってね、よくテレビで見てるの、ハンターのやつ。今、やるから今。そうそうそう。まさか新潟大学で本当にやってること。あ、まあ、電車と。そうそう。電車とね、人文社会科学系講義。場所を紹介するんだよ。そう、場所を紹介しなきゃ。これの時計の下にもよく生徒、学生が集まる場所と思う。確かに、時計で集まりましょうって言って。うん、そう。そう、次はどっちですか？こっちですか？次はこっちです、ね、こっちを紹介しますか？はい、そこ、はい、二人がよく行く場所なんでしょうか？まあ、まあ、たまに行くぐらい。はい、図書館です。図書館でした。そう、え、たまに行くって何、え、なんで行かなくていいのって逆に聞きたいの。まず、そもそも授業で本当にあんま来ないっていうと、うん、たまに行く。でもテスト前とかレポート作るときはもうめっちゃ行きます。うん、あ、調べるよりそこで勉強するって多いの。勉強したり、あと、まあ、やっぱり本借りたりして、うん、それを参考文献にしてレポートを書いたりしますね。あ、綺麗、なんかこう見ると綺麗。そうそうそう。それはでも調べてやるよりは勉強する場所として使わせるな。コンセントもあるし、Wi-Fi もある。おお。なるほど。私がもう時代が違うから、図書館は必ず行って本を借りて読むっていうことのイメージが多いんですよね。うん、そう、でも今もみんなそこで勉強するっていうことですよね。うん、勉強したり、やっぱ本を参考にしてレポート書くこと多いですね。うん、結構。あ、ノープ。うわ、いやー、よく知ってたってものじゃないの。我らが農学部で授業で使ってない。あ、そっか、授業でまだ使ってないんだ。全部オンラインなので。私は週4で通ってます。おー、すごい。週4で入っていろいろ展示されてたり、
剥製みたいな あるよね。剥製とかいろんなの展示されてたりするから、まあ、面白いからぜひ一度行ってみてください。じゃあ今度そこはそのためだけ入ってみてべきでしょうか。いろいろ飾ってあるからぜひ見てみてください。誰でも入れるからね。あ、そうか。そうそうそう、平日だったら誰でも入れると思います。そう、大学も平らじゃないんですよね。あちこち階段あるんですよね。この辺特に階段だらけで。そう、いましたね。ここは今話したローソン。ローソン。イートインスペースもあって。そう。新潟。でもこれもチケットとかもね、ローソンだから。そう、コピーとか、銀行もあったり。そこで作業しながら、座ってなんかローソンで買ったものを食べてる人がよくいる。Wi-Fi もあるからね。あ、そうなんだ。Wi-Fi もあります。大学で。やっぱり便利なんですね。超便利です。いつもさ、テラスあるよね、外に。あ、雨降ってなると多分出しない。パラソルみたいな。そう。今はないけど。大学内にはね、ローソンなのがすごく便利だと思う。わざわざどこか外でコンビニ行かなくてもいいし。今日も走る私たちは走らないサークルなんだよね。あ、すごい。うわー、すごい。あ、確かに。あ、これそういうことか。瞬間の何こう看板、うん、ないね、うちらはまだないですね。作ってないから。でもここにあるのが全然一部すぎ、そう、いいですね。そう、もっとたくさんある。この方にも少しやってみて、こっちにも走りもあって、ここに方にもあるし、うん、成長も狭いよ、ね、あ、ここ大規模。おー、ここだね。はい、一番通う一番最初の潜在写真撮ってるの。あ、そう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 。この旗持って潜在写真撮った、思い出の。これが一番来る。私は結構第二食堂の方がいいね。なんかの広さってイメージ、私メニューも違う、全部。あ、そうか。それはね、食堂のあれ見てほしい、動画見てほしいよね。3人で食堂をはしごした動画があるんで、ぜひ見てください。すごい美味しそうな動画なんでね。食堂の違いとかも分かるんで、その動画見て食堂を選んでほしいなって思います。で、こっちが、はい、総合商品系統で、私がいつもここで結構1年生とか、そう、1年生の時結構来る方の多い気がする。やっぱ G コードとかここでやったり、そう、まあ、でも G コードは分からない人いっぱいいると思う。あ、本当ですか。 G コード、教養科目、うんうん、教養科目、そう、みんな取るやつ、みんな取る教養科目とかは全部ここだし、英語も大体ここですね。そう、大体、うん、続いて、はい、こちらは生協、生協交番部、うん、書籍部、トラベルセンター、公務員コード事務、うん、いろいろありますね。はい、ここはやっぱり今は新学期だから、うん、あの教科書とかここで、あ、はい、なんか新学期は教科書特設会場みたいなのがあるけど、普段教科書買う時はここで買ったり、ここの書籍部で買ったり、あと購買部にお菓子とかお弁当とか買いに来たりする。そう、ここも寄ったりする。何回のお弁当ここで買いました、うんうん、なんかすごい文房具が安いんですよね。そう、最強価格。あ、ビートじゃないの、名前がついてるボールペンがすっごい書きやすくて、あ、そう、おすすめです。そう、あの友達というか使ってみて、欲しい欲しいって言われたんですよ。あ、ナインさんが大好きな第二、私の大好きな第二学生食堂です。私がそのために好きなパン屋さんです。パン屋さんもありますね。そう、ここベーカリーもあって、そう、うん、これほど暖かくなって、ソフトクリームの精度がすっごい増えていく。ここのソフトクリームすごい美味しい。美味しい。
あるんですね、知らなかった。食べて、そう、食べて、絶対食べて。すごい美味しい。なんか他のソフトクリームと違う、うん、なんか濃厚、滑らかさが本当に大きいですよね。大きい。そう。で、うん、値段も安い。おすすめ。おすすめですね。うん、すごい、これからやっぱり暑くなってアイス食べると体を冷やして、そう、新潟の夏は暑いですからね。もう暑い、どうやって暑い、暑い、気温はそうでもないんだけど、やっぱり湿気がするんだから、そう、すごい暑い。で、ここ少し通っていくと、今度は目の前に立ったのは、ここは教育学部と、ね、大きいですね、教育学部ですね、うん、教育学部からの景色がすごいいいって聞きます。教育学部の一番上から見る景色がすごい綺麗って思って。そうなのかも、なんか山にある大学だからよく分かんない確かに何回あるんだろうっていうとかすごい、なんかバスが音ね、何も聞こえてきたね、どんどんバスケだ、どんどんっていう、どんどんって、ここが体育館、え、体育館、え、これ全部体育館、体育館ですね、第一体育館、第二体育館、あ、そうなの、いい、え、この間つながってるのは通路、通路かな、通路わからない、ここの玄関がない、うん、こんなけど、私いつもあのこっちでサークルでこっちの体育館使うんだ、第二体育館の方を使ってダウンしてます、うん、サークル使うんだね、じゃあいろんなサークルが、そう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 、今サークルとかでなんか時間制限とかされてますか？されてないんじゃないかな、今は、前はされてたけど、ね、前は90分とか、え、そう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 、うん、限られて平日90分だけで、うん、でもそれもだんだん解放されてきてね、なるほど、よくなってきた、まあ、大学会館が見えてきますね、うん、ワクチンじゃない時は何で使ってる？学生活動ですね。学生活動。あ、でもサークルよくやってますよ。そうそうそう。あ、そうなんだ。カペラン？あー。合唱したやつ、あいつに。言ってるかも、声聞こえるかも。ケヨンサークルが、あの、インクを買いやすいとか。おー。ケヨンサークル。なるほどね。あと、第三職と、大丈夫、はい、ゆうとくんよく行ってるじゃん、そう、俺はよく行ってるそうなんだ、ね、でもどこらしいの食堂って感じ、そう、普通に近いから行ってるんですけど、うんうん、でも工学部棟が近いから工学部の友達を使って、野菜タイプレートのそうおすすめ、食人気ナンバーワンの、人気ナンバーワン、ぜひ動画見てください使わないのかな、多分今そうなんだ。そうだよね、なんか炒めてくれてるのはもうここだけじゃない。注文したら炒めてくれる。食ないもんね。そう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 。すごいじゃん。メニュー人気ナンバーワン。感動したから。ここにある。一度は食べてみてほしいですね。あとこっちですか？おお。こっちは、うん、はい、工学部棟です。すごい。なんか今メンバーのアンテナ。なんで？すごいじゃない。そうですよね、うん、小学の地が大きいですよね、工学部と、工学部とすごい、やっぱなんかいろいろ学科が多いのかな、学科プログラムが多いのかな、なんかいろんな方面からこう、うん、やっぱ大きいです、すごい、ぐるっと回ってきてるんですよね、奥の方まで、うん、なんか入ってきた、どうぞ、すごい、こんなにすごい賑やかな楽しい日曜日ってびっくりした、びっくりした、いろいろこっちが第三食堂、そう、第三食堂ってここから入れる、出口だけ、出口、ここ出口、なるほど、はい、こっちからは入れない、ここからね、よく来てますね、自分もはいね、桜が、葉桜だけ、綺麗で、ちょっと前まではね、ね、すごい綺麗だったんですよね、すごい、弓道はいつもよくやってます、ここで、弓道の人たちが怖いですよね、弓道かっこいい、静か友達がパートの中に、家の中に畳を壁に置いて自分でやってる、そう、あの狭いところでできるのみたいな、ここがうん、かな、え、
歴史が並んでますね。そうだし結構無駄な人は全部見かけますので、ちゃんと道つながってるんだ。うん、すごい。でも最後寮に向かってこの旗を下って、そうなんですよね。帰りはいいんですよね。じゃあ来るとき大変じゃない？大変だよ。そう、授業のさ、何分前に出れば間に合うとかある？すごい。いや、授業ないからあれだけど、まあ、10分前に出れば間に合う。本当？やっぱ大学内に家あるって。大学のキャンパス内ですから。あんま遅刻することない。なるほどね。でもこれが朝寝坊したときにここ走るっていうのはちょっと辛いですね。なんかそういう姿は朝いるんでしょうかね、走ってる。あんまり見えない。あんまり見えないです。あ、でも自転車の人はね、今走ってる。あ、自転車の人は落ちてる。なるほどね。すごいスピード出るんですよね、帰るときに。自転車で帰りね。すごい見えてきた。左にも右にも最後もうこれで落ちてるよ。おお、すごい。どっちから行ったんですか？右から。こっちから。はい、お願いします。こちらは、こちらが学生寮の立花寮。立花寮、立花寮。あの外国人、それこそ留学生とかもたくさんいる。綺麗ですね、すごい新しい寮なので。そうですね、綺麗で。こちらはバース寮。こちらの方がやっぱり古い。おー、見た目がね、違うんだけどね。部屋の広さだと思う。やっぱり一回はまだ広いかな。こっちの方が広いんだ。でも、家賃にやっぱ違いがある。家賃にやっぱ違いがある。あ、そうなんだ。家賃にやっぱ違いがあるけど。寮がなくても食堂とか。ない。一人暮らしと同じで、その辺は。じゃあ朝ごはんは、まあ、自分、全部自分たちで用意するし。おー、うんうん、なるほど。楽しかった。今日はもうキャンパスいろいろ回ってきましたね。歩いてきた。学生寮まで歩いてきて、やっぱ広いなって思った。そう。疲れた。お腹が空いた。いつもね、この道歩いてるんですよね。寮がここだからずっとね。まあいろんなところを回れて、はい、新入生の方とか、あと高校生の方もイメージついたんじゃないでしょうか。はい。はい。この動画見て、ぜひ新潟大学にも遊びに来て、そう、うん、キャンパスの様子もこれで知ってもらって、うん、あとね、昔の人がいればね、あの OB とかだったらね、わあ懐かしいなっていう思ってもらえてればいいなと。久しぶり見たなって、うん、新潟来れないんだけど、うん、そう、あっちどこでもねこの動画が見えてるから、うん、はい、と思いますね。はい、はい、この動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。また、うん、ね、お、あ、SNS のフォローもよろしくお願いします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、またねー。